砂粒、大黒を追ってアイスの胸尾さんからもらったばかりだったんですよね。だから結構まだ使いこなせなくてあれだったですけど、最近はもうバンバン使ってて重宝してますよね。帰るときここまで出てこなかったんですよね。ここを左なんですね。あそこのベース上の前を左に進みます、左じゃなくて右か、右に曲がって迷っちゃったけど、ここから入っていいんですか？なんだバイクの YZ-FR、 こちらの方で。そう、あ、こちらから入っていただいた。はい、あのゲートでいい。はい、わかりました。はい、ヤマハさんのバイクじゃないからあれかな、なんだと思われたんだろう。はい、ヤマハイベント関係ですね。そうです、はい、はい、どうぞ、はい、お願いします。何のイベントですかって言われて、バイクの名前がドラッグスターと SR 先生しかわからない。はい、RZ は分かりますよ。こちら、左かな。看板が来た。ここまで行く。ここか。毎度のコースだ。
方でちょっと缶コーヒー飲む時間を重いな。こういうコーナーとかに来ると後ろが振るのは分かるもんな。トラックバイクだと違ったら別のことに止めるんだと思うんですよね。後ろの方の駐車場にどうしたの？ゲートは、はい、おはようございます。ジャンさんからありますか？お、YZ R2 機でそうですね、こちらですね。はい、このちょうど裏側の方にですね、の奥の裏側の駐車場でお願いします。はい、はいはい、予定通り後ろでしたね。ちょっと次移しちゃうか。YZFR っていうのがこっちに止めてますね。こっちです。で、ボクちゃんのようなバイクはいつものそのバウバウの、ナバウバウの方の駐車場です。ナバウバウ駐車場は左ですね。3台しかいない。3台。あれ何かな、あのバイクは。YZR とかっていうバイクだと思うんですね。
ては切ります。